今回はロンドン大学の研究結果などをもとに髪が増える行動3選について動画で解説していきます。では行きましょう。まさつく真に至らないもんだから薄く見られがちな薄毛。ただ薄毛は幸福度を下げたり外交性や社交性が低下してうつ状態になりやすくなるよとロンドン大学が発表していたり、他にはウェールズ大学が薄毛の男性1000人に対して行った研究でも、薄毛になると同時にその後約138ヶ月間にわたって人生の質がどんどん低下していくよと報告していて、もはや真に至らない病、それが薄毛なんでございます。実際に薄毛を放置しておくことは病気を病院に行かず放置しているようなものだよと先ほどの研究でもコメントされていて、すでに強めに薄毛な人は病院なんかで AGA 治療してもらうのもおすすめなんでございます。そしてもちろん他の病気を予防するのと同じように薄毛対策していくことは必須でございまして、まずは薄毛になる仕組みをざっくり解説させていただくと、男性ホルモンの象徴テストステロンが 5α リダクターデと呼ばれる酵素と結びつくことによって、ジードロテストステロンと呼ばれる頭皮の毛根細胞をビシバシと縛いてくるド S ホルモンが出来上がる。これが薄毛の主な原因でございます。そしてこの 5α リダクターデの活性度は親から子へ引き継がれやすい遺伝的な要素になりますので、テストステロンムンムンの男らしい人でもふさふさしている方もいれば薄い方もいると、そういう仕組みでございます。なのでやっぱり遺伝子は大事。ただ私の人の祖父おじいちゃんはしっかり目につるつる、さらにはその息子私のおじさんは永瀬が子供の頃には膀胱道そっくりな髪型をしていて、要するに血水のバーコード遺伝子を持つ私の癖。このままいくと私の癖のイラストもバーコード永瀬になること間違いなしで、薄毛に関する論文をめちゃめちゃ読んでいるわけでございます。というわけでここからは髪が増える行動3選について早速解説させていただくと、一つ目がタバコを控えることでございます。薄毛の仕組みを知ると薄毛は遺伝子、要するに運ゲーでしょとちょっと思っちゃいますが、食事や生活習慣で大きく変わってくるわけでございまして、分かりやすい研究がこちらでございます。研究内容が20歳から35歳のタバコを吸う男性500名とタバコを吸わない男性500名を比べて薄毛との相関関係を調べるという内容でございました。結果がタバコを吸うグループは500人中425名が程度の差はあれ AGA、 要するに若くして薄毛、反対にタバコを吸わないグループは500人中200名が薄毛、さらにはタバコを吸うグループは薄毛の人425人中235名がちょっと深刻なグレード3の薄毛だったのに対し、タバコを吸わないグループは200人中100名がグレード2の薄毛だったよと発表していて、タバコは薄毛になる確率2倍以上、さらにはその深刻さもめっちゃ高まるわけでございます。要するに体の健康具合で髪の毛の健康具合も変わりますよというわけで、髪が増える行動2つ目が髪に必要な栄養を取ることでございます。体が栄養不足だと髪のトラブルが激増する、そんな現象が複数の研究で確認されておりまして、例えばメルシン大学が強めに薄毛な人116名とたっぷりふさふさな人100名を詰めて血液や髪のサンプルを分析して比較した結果、男性型脱毛症の人は亜鉛や銅といった栄養素のレベルがかなり低い傾向にあったよと発表していたり、他にもこういった複数の研究で体が栄養不足だと髪のトラブルが急激に増える、そんな現象が確認されているわけなんです。じゃあなんで体が栄養不足だと髪のトラブルがやたらと増えるのか、この理由についても解説させていただくと、結論、体の中での優先順位が低すぎるからでございます。東洋医学の世界でも髪の毛は血よ、要するに余った血でできていると言われていて、例えば私たちの体を車に置き換えると分かりやすいかと思います。我々人間の体は毎日細胞分裂を繰り返し、何ヶ月かすればほとんど新しく入れ替わっている。
なんてことを一度は聞いたことあるかと思いますか。要するに数ヶ月でパーツ総入れ替えと賞味期限が短すぎる車に乗っているイメージなので、体内の生産工場では使用期限が過ぎる前に急いでパーツを作るでと大忙しで、工場の発注担当者は毎日食欲という信号を出してパーツの材料栄養を確保しているわけでございます。そしてもちろん作るパーツには重要度が高いパーツもあれば低いパーツもある。例えば内臓なんかは車でいうところのエンジンなので重要度マックス、他には重要度そこそこのお肌、こいつは車でいうところの塗装にあたりますので、タンパク質といった栄養が足りていないと塗装ハゲハゲの車でいいやろとなりまして後回し、その結果肌荒れの原因に。そしてきました髪の毛、こいつは車でいうところのこんな感じのおしゃれパーツみたいな感じで、生命維持という観点では重要度が低すぎる。もはやあってもなくても同じくらいに体内のパーツ工場では思われているわけでございます。ただしかし髪の毛は顔面というコミュニケーションを取る上で最も大事なパーツの上に乗っかっているという関係上、我々人間はおしゃれパーツが必須。もはやおしゃれパーツがないと幸福度が下がりまくるし、車検に通らないくらいのおしゃれパーツがないとメンタルが病み出す車、それが人間なんでございます。なのでそんな大事なおしゃれパーツを作るためにも、卵、牡蠣、お魚、鶏肉なんかで鉄分、亜鉛、タンパク質といった髪の栄養を取りましょうと、そういうわけでございます。そして髪が増える行動3つ目がシャンプーの見直しでございます。シャンプーをやめると髪が増えるなんてタイトルの本があったりと、シャンプーと薄毛については結構有名かと思いますが、最もわかりやすい現象がホームレスの方には薄毛が少ないという事実でございます。ホームレスの方は栄養が不足しがちなのにもかかわらず、毎日お風呂に入らないという関係上薄毛の方がかなり少ない。一方我々現代人は太るほどにカロリーは足りていても薄着ない人は結構いる。もはやこの理由はシャンプーなのではと強めに思ったり、他にもこんな感じの普段シャンプーをしない民族の方たちは薄着な人かなり少ないよなと思うわけでございます。よくテレビなんかで頭皮のギトギトの皮脂を洗い流そうみたいな場面が放送されていて、頭はしっかり洗わないとと思っちゃいますが、よく考えてみればかなり精密に作られた我々人間の体、例えば風邪をひけば白血球が病原菌を攻撃し体を守ったり、運動して暑くなれば汗をかいて体を冷やすみたいな感じで、様々なシステムが搭載された人間の体、そんなすごい我々の体が頭皮だけは無駄に皮脂でも出しとこうみたいに意味のないことをするわけないよねと思っちゃうわけでございます。頭の皮脂の役割をかなりざっくり解説すると、皮膚や体毛に薄い膜を作って保護や保湿、さらには病原菌の排除までするバリア的な存在でございます。要するに頭皮にも薄いバリアを張りたいから皮脂腺から皮脂が分泌されるわけですが、幼い頃からテレビで皮脂汚れは敵みたいに放送されているから、毎日毎日皮脂こいてシャンプーで洗い流す。そうすると精密に作られた人間の体はやべえやべえ、もっとしっかりバリアを張らないととなりまして、皮脂腺が発達して皮脂の分泌量が増加。そうするとたまに 2,3 日お風呂に入らなければ髪の毛がツヤツヤになるくらい頭皮のバリアならぬ皮脂が分泌されるようになって、皮脂過剰状態が完成するわけでございます。ちなみにあのギットギトの皮脂を作るのももちろんタダではございません。この皮脂は皮脂腺が頭皮にある毛細血管から栄養を吸い取りまくって生産した液体、いわば頭皮の栄養が漏れ出た汁なので、この皮脂の大量生産のために皮脂腺が頭皮の毛細血管から栄養をごっそり持っていくと薄毛の原因になる。反対にシャンプーをやめて皮脂と皮脂腺の量が正常に戻れば毛髪にたくさんの栄養がいく、その結果
髪が増えるねと、シャンプーをやめると髪が増えるという書籍の中でも語られているわけでございます。正直、シャンプーの CM がバンバンに流れるテレビなんかでは言いにくいし、私なくても Google 先生がシャンプー作る会社だったら絶対言えない。もはやシャンプーしない人は人手なしだみたいに手のひら返すコウモリっぷりを発揮するところでしたが、 Google 先生はシャンプーをディズっても怒らないわけでございます。ただここまで聞くと、今日からシャンプーやめますと言いたくなっちゃうかと思いますし、今日から油シャンに変える、それも全然ありかと思いますが、アメリカ科学会の発表によると、髪の洗いすぎが髪にダメージを与えるのは間違いない。ただしかし、シャンプーをやめると確実に頭は臭くなっていくよ、ドンマイと発表されていて、そりゃそうだよねと、多少は臭くなるよねと思ってしまいますし、私みたいなシャンプーをやめる勇気がない人は、頭皮に優しいシャンプーを使うのがおすすめでございます。じゃあどんな成分がいいのかというと、医者であるタリ先生が出された髪が増える術という書籍によると、シャンプーの成分表示を見て、上位5、6個の中に〇〇カルボン酸、ココイル〇〇、〇〇タウリン、〇〇ベタインといった成分が入っているやつがいいよと本書で語られていて、こういった成分は天然の植物から作られたシャンプーで刺激が少ないと考えられているわけなんです。あと反対に育毛に良くない成分はこんな感じでございまして、こういった成分は洗浄力が強すぎて常在菌や皮脂を洗い流しすぎてしまうので、ご注意いただければと思います。以上まとめると、おしゃれパーツがないとメンタル病み出す車ならぬ、体のためにも卵、牡蠣、お魚、鶏肉なんかで栄養をしっかりとって、さらには普段使っているシャンプーを見直して、栄養ダダ盛りの頭皮から卒業して、車検も通らないくらいのおしゃれパーツを獲得したふさふさ人生にしていきましょうと、そういうわけでございます。ちなみに、論文大好きデータ野郎、ダイエット専門家の私なくせが、もう何年間も実践している一般的なダイエットよりも、2倍速でめっちゃ簡単に痩せる方を解説した動画を、なくせの本棚公式 LINE 限定で無料配信中ですので、興味のある方は概要欄からご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。